それでは第3回激闘ラップ甲子園西日本予選大会、西の王者が決定するファイナルステージ決勝戦を行います。赤コーナー白ガラス、青コーナーラークフィンド。では2人に意気込みを聞いてみましょう。今日超楽しかったんで、最後までそのまんまやります。まあ楽しみます。はい、はい、8小節3ターン、先攻ラークフィンド、後攻白ガラスでいきたいと思います。レディーファイト。やっとやり合えるな白ガラス、俺はさ全てをいただくよ。見払いはなくよ、やなくても俺輝く。中ベースまでここまで来たならば、俺はこれさ底上げの時間、はあ、SK のキラーボコボコマンチでかましに来た。俺もここまで来た、yeah、これが3回目解禁症、増えてきた知らない顔、でも俺立つ鳥跡を濁さない主義、でもこれは見せる先輩としての意地、意地じゃないこのゲーム、yeah、ぶちかませのは大前提、yeah、田舎の街飛び出しよ、yeah、何も俺を止めるものならばね、止めるものがねえなら、俺のバースでレオエも使いながらかまそうかな、火つける方かま、レベルミュージック世界へ投下さ、ああ、ボーツした分だけ濃くなるリミックス、壁は竹だけど超える時に超える、それが音の宿命宿命、壁とかハードは竹けどぶち壊すか、それが下をくぐれ、お前はな前もだらぶちかません、俺を止めるやつなら誰にもいねえ、オースリーイージャッツ何も言え、考えたくないアドはない、もっとベッドの中抱えてるレレッソ、yeah、 オーバーキーラースモークビラビラきらびやかに光り出す俺のスキルが、お前よりも何十倍も活かしてるぜ、ビステップができるかどのこのじゃねえ、音に乗り一体か、ああ一体感マスでする爽快感、裏にはチェケでオンファイヤー、出会って何回目かわからないけどある一体感、無駄なディスはしたくないな、でも決勝俺がもらうオフコース、終わった後にしてみるかキャパ勝負、え片手のマイクロフォン、俺は無駄なこと使うつもりね、プラスマイナス無駄な計算はなした、曲げたりスモーク終了。レッツジャッジ。赤青青、2対1で勝者ラークウィンド。ということで第3回激闘ラップ甲子園西日本王者はラークウィンドに決定いたしました。今の率直な気持ちは。いや、まあ本戦に上がってからが勝負だと思うんで、まだ浮いてはられないですけど、本戦までの間の期間ちょっと引き締めていこうかなって思います。楽しみにしてます。認めざる応援ですよ。ちゃんとした大きい舞台でやって負けてるんで、今は多分10代でナンバーワンって言ったら一発目で多分みんなの頭に俺浮かんでくると思うんで、みんな分かったんじゃないですかね。この時待ちわびた。グラップは何もなかった自分に光を当ててくれた。勝たんとなんか気持ちが晴れないっすね。余裕っすね。
よしよし、走るよ、じゃあ。